波動拳。皆さんこんにちは。日本元気にする YouTuber 岡本芳樹です。今日もよろしくお願いします。おっす。今日はですね、皆さんに大切なお知らせがあります。来たる10月5日6日とですね、第3回モンハンナウオフ会をですね、千葉県の某所にてですね、行おうと思っております。ということでですね、たくさんの方に応募いただきたいなと思ってるわけですけれども、その前にですね、第2回のお礼をさせてください。実は8月31日、9月1日かな、だったと思います。第2回モンハンナウオフ会っていうのをですね、行いました。台風がですね、超大型台風10号が上陸直撃する日というですね、日程の中でそういう予定を組んでしまったわけですけれども、実際は台風どっか行っちゃったりとか、想定よりもずっと遅くて来なかったみたいなので、まあ僕らが狩りをしようって言った時に土砂降りの中でずぶれになりながらみたいな想定があったかと思うんですけども、実際はですね、ほぼ雨は降らず、晴れ間の覗く中で、みたいな感じでオフ会の方は行われました。で、皆さん雑魚寝に近い状態で古民家にお泊まりいただいたんですけどもですね、たくさんご飯もお出しして満足いただいたということをですね、一応口頭では聞いております。で、僕の中ではご満足いただけたんだろうなって思ってます。まあこれは想定してたわけじゃない、たまたまですけども、人王がですね、めちゃくちゃフィールドに湧いているタイミングだったので、むちゃくちゃ人王が勝ったんですね。人王がの逆鱗でえんねん言うてる僕をですね、皆さん本当真面目にサポートしてくれましてですね、今、逆鱗の在庫が50個あるという状態で、本当ありがとうございます。感謝してます。買った数がね、多くなればこうなるんですねっていうことをですね、実に実感できております。今まで足らんかったんですね。すいませんでした。星10のモンスターをですね、随分枯らしていただきました。ありがとうございます。10ハラっていうふうに言うそうですけど。それまで買ったこともないような星10のモンスター、強いモンスターですね。弱いやつじゃなくて強いモンスターをですね、一緒に枯らしていただきました。で、僕の動画の中で、9と10、狩る必要性ないよね、つっていう動画を一本上げてるんですけど、10は10でええかなと思いましたね。買ってみて。めちゃくちゃ緊張感がありますね。ミス1個も許されへん緊張感っていうのは、楽しいっちゃ楽しいですね。ピリピリして。やっぱり普段8買ってるんで、割とこう余裕があってですね、時間にも余裕があって、はい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 って買ってる、ダラダラした借り方をしてる自分ですけども、9になるとちょっと緊張感が出て、10だと脳みそでいかなきゃ、みたいな気持ちになれるところがちょっとええかなとは思いました。で、星10のモンスターをたくさん捕まえてきてくれてですね、僕に挑戦させてくれた皆さん本当にありがとうございました。感謝をしております。次回もですね、僕は多分星10枯れるようになってないと思いますけど、皆さんが持ち寄った10をですね、また一緒に枯らしていただけたらなと思ってますんで、そちらの方も楽しみにしてます。まあそうやった弱っちい岡本をいたぶるのも楽しいと思いますので、よかったらやってみてください。本当楽しかったです。で、こんな感じでですね、本当に評判も良かったので、第3回。まあもともと第3回もやろうとは思ってたんですけど、評判が悪いようだったらやめるしかないかなと、そんな無理して集めるのもなと思ってたんですけど、評判良かったんでまた応募いただけたらなと思ってます。そんなわけでですね、5日の12時から12時に茂原駅集合、もしくはあるコンビニに集合、車の方はコンビニ集合、電車の方は茂原駅集合という予定になると思います。詳しくはですね、概要欄のに書いておきますので、ぜひそちらの方読んでいただいてですね、ご応募いただけたらなと思います。で、第2回にですね、応募いただいて抽選漏れした方の中でですね、一部こちらの手違いでですね、当選してますということで、第3回の方で当選させますんで、みたいな連絡をしてしまいましたけどもですね、残念ながらすいません。もう一回全員抽選し直しとさせていただきますのでですね、皆さん振るってご応募ください。で、第2回に応募いただいている方はですね、変わってなければそのままでってことで、詳しい情報などはなしで、第3回に応募いただけている形にはさせていただこうと思っております。第1回、第2回に応募いただいて当選された方もですね、第3回は外れますとか、そういうルールにはなってませんで、完全シャッフルでやらせていただいてますので、よかったら第1回、第2回で一緒に狩りをしたメンバーも応募いただけたらなと思ってます。ということでですね、今日のお話はですね、第2回のお礼と第3回の告知ということでですね、一本の動画にまとめさせていただきました。最後まで見ていただきましてありがとうございました。たくさんのご応募あることを楽しみにしております。また会いましょう。バイバイ。